どうもこんにちは。ギター教室 GTMAX ギター講師の豊です。今回は格安ワイヤレスマイクについて話します。 GTMAX、今回紹介するのはこのシャオコアというメーカーの 2.4G ワイヤレスマイクです。これは兄が購入してどうやって使っていいのかわからないので試しに使ってくれと依頼され使用しました。これちょっと出しちゃってるんですけど、中はこんな感じで結構綺麗な作りにはなってるんですよね。で、この付属のヘッドセット用の、なんていうんですかね、ものを使って、ここにはめます。まあ、こういう感じでセッティングしますね。一回ちょっと試しに使ってみたんですけども、結論から最初に言うとすれば、これ使うんだったら大声で喋った方がマシです。それをとりあえず検証してみましょう。それではマイクの性能動画です。それでは、ボリューム全開にして今喋っています。音の方はどうでしょうか。ボリューム全開で喋ってます。音の方はどうでしょうか。では音量を下げます。今7回ぐらい押しましたね。音量を7回下げて話しています。音の方はどうでしょうか。それではもう一回もう少し下げてみましょう。また7回下げました。テストです。音量をマックスから14下げて喋っています。音の方はどうでしょうか。聞いていただいたように音がまず悪いということと、あとノイズが乗りまくっているというのがこのワイヤレスマイクの欠点ですね。シャオコアのワイヤレスレシーバーなんですけども、ちょっと問題点があって、この筐体がでかすぎてカメラのマイク入力にこう挿すと隣の端子に干渉して入らなくなるんですよね。だから今回もマイクの上に HDMI の端子があったので、一回 HDMI の端子を切ってモニターなしでやるようなことをやったので、ちょっとこうやってでかすぎるのも問題ありますね。まず自分が買うんであれば YouTube の動画などを参考にして、あ、ノイズが多いなとか、あ、ちょっと拾ってる周波数が少なすぎるなと思ってるので、まず買わないと思うんですけども、なぜ兄は僕に一度相談とかしないで買うんだろうかなっていうふうに毎回思うんですよね。Vivo もそうでしたけど。一回問い詰めたいっすね。それではここからはシャオコアのマイクの感想と、マイク選びをする際に気をつけるポイントを話します。このマイクは古いラジカセで、ラジオを聴いてるのかなと思うぐらい、周音できる音域っていうのはすごい狭いですね。音域が狭いので、会議とかで使っていても多分これかなり聞こえづらいと思うんですよ。まして動画だとスマホ以下なので論外なんですよね。音は良い音を悪くするってできるんですけども、悪い音を良くするのはほぼ不可能なので、マイクの音質というのは良ければ良いほど編集などでは使いやすくなります。なのでマイクの音質というのはかなりこだわった方が良いと思いますね。次にノイズが多すぎな点。マイクの音量を上下してもホワイトノイズの量というのは変わらなかったので、レシーバー側の機材でノイズを作っているように思います。マイクやトランスリミッター側でも結構バリバリとした音が入っているので、かなりノイズ多いですね。薄いホワイトノイズ程度だったら除去できるんですけども、シャオコアのこのマイクはもうホワイトノイズの域超えちゃってるぐらいノイズバリバリ出てるので、ノイズ除去というのはかなり難しいと思います。ギターをやってるのでノイズの除去というのが入ると、まあ、取るっていうのはかなり大変な作業になってるっていうのはもう分かっているので、ノイズというのは少なければ少ないほど編集の時にかかる手間というのが省けるので、マイクのノイズというのはかなり気にした方がいいです。多ければまずその時点で除外した方がいいと思いますね。また不要なノイズが多いと聞き手が聞きづらくなるので、会議であればやっぱり聞こえづらいので評価が上がってこないのと、動画であれば
まあ、聞いてて途中で聞くのやめるとかっていうのが出てくると思うので、不要なノイズというのはなければない方が良いです。まあ、こっちはあの音楽関係なんですけども、録音したデモテープなどを送るときにやはりノイズが多すぎるとその時点で聞いてもらえないので、音に関係するようなことというのはノイズというのは少なければ少ない方がベストです。なのでマイクを選ぶときのポイントは音の良さ、ノイズの少なさに注意して選んでください。今回はシャオコアのワイヤレスのマイクを魚にマイクの選び方について話しました。最近は中国メーカーでも良いメーカーというのは結構あるんですけれども、反面こうやって何ですかね、意識の低い連中も相変わらずいるので、こういうことをやってるので中国製品全体のイメージを下げてるというふうに感じます。ちょっと嘆かわしいですね。こういったものを買うときっていうのは YouTube に何かしらのレビューとかあるので、先ほど言ったポイントを参考にして購入してみるのはいかがでしょうか。今回の動画が良いと感じたらグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。ギター教室 GT MAX では、あなたのギターを弾きたいという気持ち、ギターを向き合う姿勢に 100% 応えていきます。ご興味のある方は一度お問い合わせのメールをください。よろしくお願いします。